コロナウイルス感染症が拡大している中でも、それぞれに努力や工夫を重ねながら、スポーツを観戦する喜び、あるいは選手の努力を共有する喜びというものを、今、世界中各地で分かち合っている、まさに安全安心な大会を実現するということ自体が、人類がウイルスに打ち勝った証だということだと思います。吉川はじめ君。ちょっとそれはあまりにも無理があるんじゃないですか。正直言わせていただいて、本気でそんなことをおっしゃってるんですか。だったらもう担当大臣辞められた方がいいですよ。そんな方が担当大臣やってたら本当に大変なことになりますよ。でね、もうあまりもう時間が、残されておりませんので、ちょっと他にもいろいろお聞きしたいんですが、大臣、これちなみに私も見たんですけど、このプレイブックは読まれました。これが大臣、プレイブックを作る側の作業をする側におりましたので、内容は承知しております。吉川はじめ君、まあ、読ませていただきまして、まあ、ちょっとこれ日本語としていかがなものかと、まあ、昨日聞いたとき、ドラフト作ったのは IOC だということですから、おそらく英語なのかフランス語なのか分かりませんけれども、まあ、そこから、いろいろ議論しながら日本語の訳も作ったんだろうと思いますが、非常に読みにくい、日本語でありまして、ちょっと気になるのが、結局その先ほど、まあ、総理も、ね、安心安全な大会を開くというふうにおっしゃって、でこれプレイブックいろいろ書いてます。でその中に責任とリスクというものの中のところに、あらゆる配慮にもかかわらずリスクや影響は完全に排除されるとは限らないため、オリンピック・パラリンピック競技大会へ自己責任で参加することに同意するものとします。こういうことでよろしいんですね、大臣。大臣、時計審議官、お答えいたします。プレイブックについてのご質問がございました。安全安心な大会運営を確保するとともに、国内にお住まいの方々と交わらないようにするためにですと書いてあるから、例えば何かあったときは全部自己責任ですよというふうにプレイブックに書いてあるけど、これでいいんですねって私は大臣に聞いたんですよ。はい、じゃあ、丸川大臣、答えられますか。止めてください。ちょっと待って、さっきは止めてくださいね。止まってます。参加は強制されるものではないということであったり、あるいはリスクを評価するのはご自身であるという意味だと思います。他方で何かそこで起きたという場合には、当然主催者の側にも責任が生じますので、それはその話とはまた別ということだと理解しております。吉川はじめ君、これよく読んできてくださいと、大会2週間前からよく読んでくださいと、で改訂版も出ますと、でその中に参加するのは自己責任ですと、これに同意しなさいと、でこれを守ったら、守らなかったら大会から追い出しますというようなことまで書いてあるんですよ。そんなことも知らない、自分でお作りになったって言われたじゃないですか。いやいや、大臣に聞いてるんです。大臣は読まれたし、自分もそこに参加したっつって言ってるから、そういうこと。丸川大臣。はい、先ほど申し上げました通り、参加するしないをお決めになるのはご自分でまずリスクを判断してくださいということです。他方そこで起きたことに対して、実際に参加したときに起きたことに対してどうするかというのとは、ここに書いてあることとはまた別の対応が必要になるものと承知をしています。これは主催者において判断をされるもの、よきものであると考えております。すみません、申し上げる時間が経過しておりますので、これね、例えば普通にオリンピック参加して、例えば骨折をしました、捻挫をしました、競技中の事故で、それはそうだと思います。だけど今回はコロナという中で、コロナに感染拡大させない、しない、そういう中で作られていると。でそのために安心安全の大会を開くって散々言ってきたじゃないですか。ところがここに見たら、かかったら自己責任です。これがプレイブックの中身ですよ。で大臣が作るのに参加したって言われた、しかもそれをまともに答えられない、
ちょっとね、私はもう時間がないんで、これで終わりますけれども、非常に無責任だというふうに思います。以上で質問終わります。우리는 당신밖에 못